神様を産んだ人々坂口安吾二号の客引き大巻博士が途方に暮れながら温泉都市の海岸通りを歩いているとポンと背中を叩いたものがある大巻先生じゃありませんか振り向いてみると五十絡みの総称然とした渋い身なりの人物 見たような顔だ。どなたでしたかな芝の安福軒ですよ。それ、戦前まで先生の三軒向こう隣の万国料理安福軒。思い出したでしょ終戦後はこの温泉場で、その名も同じ安福軒をやっております。すると、君はこの温泉の住人ですかそうですとも。 当温泉の新名物、万国料理、安福剣。ありがたい大牧先生が感極まって叫んだから、安福剣は呆れ顔。まさかこの先生、二三日食うものも食わずにいるわけではあるまいがと考えた。当温泉はアベックの公敵地、また新獣の名所ですが、まさか先生、生き残りの片割れではありますまいな。 いやーそう見えるのも無理がない実は当温泉住まいの分子川野水太郎君を訪ねてきたのだがあいにく道君夫妻は旅行中このまま帰るのも残念だから久々に一夜温泉に使ってのんびりしようと志したところが今日は土曜日で全市に空き部屋が一つもないという返事じゃないかなるほどわかりましたではご案内いたしましょう 君、本当ですかまさかパンパン宿ではあるまいね。とんでもない、全市にこれ一軒というとびきりの静寂郷です。そこを独占なさることができます。お値段は普通旅館並み。まあ、僕に任せなさい。こう言って安福軒が案内したところは、山の中腹の崖下の小さな家であった。 ね、関西でしょ。リン大別荘に囲まれた一軒家新山のように関西にはそういないが目当ての家は炭焼き小屋に毛の生えたような小さな家これ旅館ですか近頃は下田屋がそれぞれ旅館をやっておりますわざと看板は出しませんがこの方が親切丁寧で気分満点ですよ 玄関を一足入ると屋内の全貌が一目でわかる座敷らしいのは一間しかないあとは茶の間と女中部屋これを独占できなければ他に泊まる部屋がありゃしない関心に小さいながらも温泉はついていた安福軒はそこへ大巻博士を案内してほれご覧なさいこれが温泉ですよ つまりあなたの一室のために便所と浴室と台所と女中が付属しているようなものですよ。これに不足を言ったら罰が当たりますどこにこんな至れり尽くせりの旅館がありますかこれで温泉気分に浸るというのかい今にわかりますが、ここのお上は一流の板前ですよ。その他サービス満点。 自信満々たる目の色であるから、大巻博士も宿を得た気の緩みか、なんとなく頼もしくなってきた。大巻博士は内科の開業医である。よく流行るお医者であるから、温泉へ出かけるような暇がめったにない。たまたま名古屋方面に所用あっての木と。予定よりも一日早く用が済んだから、伊豆の温泉に途中下車して、 窮地の河野水太郎と久々に一杯飲もうと思い立ったのがこういう結果になってしまったのである一風呂浴びて浴衣にくつろぐとなんとなく温泉気分になったのは妙なものそこで安福軒を相手に一杯飲むとなるほど料理もまんざらではない安福軒は自分は飲まずに進め上手大巻博士は命定して どうだい席を改めて、芸者を呼ぼうそれはいけません。今日は土曜日。2時間前の泣き顔を忘れましたね。一通りお料理が済むと、当店の女主人がサービスに現れましょうからお待ちなさい。とてもとても、温泉芸者などの日ではありませんぜ。何者だね。それはあなた、こんな商売で暮らしを立てる必要があるんですから、未亡人ですよ。 年は二十九昔は新橋で名を売った一流の美形ですよなるほどそれは大物だ大物中の大物です料理の腕はある行儀作法茶の湯に至るまで確かなものですそれで美形と来てますよ肺がんの A によくするだけでも男冥利につきますなうーん だんだんと安福犬が頼もしくなるばかりそのうちに老婆に代わって女主人が現れたなるほど美しい白クチビというのかもしれぬが口数少なく表情に乏しいから神様の一族のような気品があるうーん立ち居振る舞い見事なものだね武芸者のように隙がなくしかも 溢れる色気がある。お気に召しましたかでは、小唄など書紋を遊ばしては。書紋してよろしいかそれは、あなたはお客様です。書紋する分には何を書紋なさってもよい。イエス・ノーは彼女が選んで答えるでしょう。いずれにせよ、大切なお客様に恥をかかせやしませんとも。うーん、本当か。 安復はさんざんあじっておいて冷水を見すまして姿を消したあとは老婆が安福犬の胸を受けてよろしきように計らい命定した大巻博士は女主人と一夜のちぎりを結んでしまったのである翌朝女が沈んだ顔をしているから気分でも悪いかねいいえ 先生、お願いです。私を東京へ連れてってください。先生の二号にしてください。いきなりそんな。だって、二号にしていただかないと、生きるせがないんです。主人がそうしろって言うんですもの。主人とは昨夜の男です。私はあの人の二号です。安服券があんたの旦那かそうなんです。 お客さんを連れてくるたびあの方の二号にしていただけと脅迫するんです今までの恩返しに多くのことはするに及ばないが大分の手切れ金をいただいてそれを置いて出ていけと言うんですどなたかの二号にしていただかないともう我慢ができません女は思い詰めたせいかますます無表情になりよよと泣き伏してしまった 安福券とはそんなやつかと気がつくとせっかくの気分を損なうこと甚大だ女も気の毒ではあるがそんなことにかまっていられない大急ぎで帰り自宅を整えるこうなることを予想していたらしく安福券にも抜かりはないもうお帰りですかとローマが出てきて勘定書を差し出す迷彩な勘定書で夕べのうちに 安福券のだ安復の飲食代も無論その中に書き込んである花代として芸者の3倍もの値がついているチップも抜かりがないここに朝食とあるが朝食は食べずに帰るから朝食は宿泊のお決まりでして召し上がらないとご損ですよ二人前とあるが 安剣の朝食も私が持つ必要があるのかいそれはあなた芸者衆の朝食ですよこれも遊びのお決まりですからいかが一本お付けいたしましょうか馬鹿にするなこれに懲りずにまたどうぞ大牧先生方法の手でこの閑静な旅館から飛び出したのである 左巻きそれから1年過ぎたある日東京芝の大巻先生の病院へ安福軒が例の夫人を連れてきた「どうも先生に泊まっていただいてそれから間もなく精神病らしいんですがねどこか精神病院へお世話願えませんか?」というのである仕方がないから 一応女を診察室へ呼び入れて様子を見ると、なるほど普通じゃない。人間どもがみんな馬鹿に見えるらしいのである。何ですかお前は偉そうな顔して。私がじっと睨んでやると、お前なんか、ほら、たちまち手のひらの上の小人のようにちっちゃくなるんだから。女は大巻先生を変に色っぽく睨みつけて、カラカラと高笑いした。 ここ病院でしょそう <laughs> 私がお前を見てあげるからピンセルチンを出しなさいピンセルチンお前の病院にはないでしょうじゃあ聴診器や体温計はいらないからメスを出しなさいお前の悪い血を取ってあげる危険思想を増している様子であるから大巻博士も面くらい 折よく診察をこいに来た呉服屋の番頭の日野君という女才のない人物に見張りを頼んでレントゲン室へ遠ざけたさて安福犬を呼んで君もひどい人だね私に以前嫌な思いをさせといて臆面もなく女を連れてくるなんていえそれがねあれが先生のお噂をするんですよ先生にお会いしたいなんてね 嘘おっしゃい。私の顔を覚えていない様子じゃないか今はそうですけどそこは気違いのことですものそれはあなた時によっては先生のことをとても深刻に思い出すらしい様子ですよ多分チャランポランだと思うけれども安福剣の口にかかるとなんとなく嬉しいような気持ちになるのが尺であるしかしいつもなめられていたくないから ただ追い返すのは面白くない。今回は仕返しにいたずらしてやろうと大巻先生は思いついたのである。しかし、君の彼女はチガイになってますます気品が高まったじゃないか。私を見下してカラカラと笑った様子なぞ。チガイというよりも、新人的だね。私はゾッとしましたよ。何か意に打たれたような思いだったよ。 そういえば、気品と色気はますます統逸しているようですな。彼女を精神病院へ入れるなんてもったいないね。なぜですか君も目端の利く商人に似合わず、無縁な人だね。彼女に新人の性格を認めないかね。つまり、教祖ですかさようさよう。医者の使う道具や薬の中に、ピンセルチンなんてものは存在しないが。 あれは多分、作語症というう。んだろう自分独特の言葉を持っているんだよ。これも新人の性格じゃないか。人間どもがみんなバカに見えて、睨みつけると手のひらに乗っかるほどちっちゃくなっちゃうというのは、これも雄大な新人らしい性格じゃないか。大体温泉町というものは、教祖の発生、並びに教団の所在地に適しているのに。 あれほどの教祖を東京へ連れてきて精神病院へぶち込むなんて大間違いだよ彼女をうやうやしく連れて戻ってしかるべき一周一波を開きたまえなるほど面白い着想ですね先生が一肌脱いでくださるならやりましょう私が一肌脱ぐことはないよ君の詳細を持って抜かりなくやりたまえ詳細言ったって商売違いじゃ手も足も出やしませんよ 先生の肩書きと名簿を持って彼女を神様に祭り上げてくださるなら私も彼女をお貸しいたしましょう私が君の彼女を借りて女競争を作る必要などあるもんか君がお困りの様子だから知恵を貸してあげただけだがそれが不服なら彼女を連れて帰っていただこうそんなことを言わずに彼女をどこかへ入院させてくださいなそれが面倒だからそんないい加減なことをおっしゃるんでしょ 君たちの面倒を見てあげる義務はないのでね。とっとと帰ってくれたまえ。隣のレントゲン室へ彼女を閉じ込めて、見張りしながらこの話を聞いていた日野君が、その時口を挟んだ。ちょいと、安福券さん。あれ、なれなれしいね、この人は。彼女を僕に貸してくださるなら、僕が入院の手数や費用を省いてあげますけど。 おや面白いことを言いますね後の始末を私に押し付けないという証文を入れさえすれば話を聞かないこともありませんよ失礼ですがあなた貯金はいくらお持ちですかこれは恐れ入ります税務署の手前ちょっと金額を申し上げるわけにはまいりませんが僕も呉服屋の手代という固い商売をやっているものですから間違ってもあなたにご損はおかけいたしません その代わりといたしまして、旦那との関係を清算し、自故旦那らしい顔をしないという一例を入れていただきたいと思いますが。安福犬は面白そうに日野くんの顔を観察していたが、この日野くんという人は当年30歳。呉服屋の手代とはいえ、ギャバ人の洋服を竜と着こなして、見るからに少し足りないアプレ型である。 いくらか絞れそうだと考えたあなたもお察しと思うがあれだけの美形を手放すからにはただというわけにはまいらないがまあその辺で飯を食ってゆっくり話をいたしましょうかそれがよろしいですね意外な結果になった2人は何が嬉しいのかわからないが申し合わせたようにウキウキした顔をしている どちらも成り行きに満足でありまた生産あるもののようであったそしてもう大巻先生に用はなくなったらしくではと両名目で合図、ず軽く先生に挨拶を残しこの診察室で誕生した新人をそれぞれの流儀によっていたわりながら退去したのである神様の客引き それからまた一年過ぎた。ちょうど日曜と祭日が続いたので、大牧先生はかねて志していた例の温泉へ出かけた。その温泉では、アニラ様という信仰宗教が発生して、大牧先生もその信者だということになっている。川野水太郎という文子が一肌脱いでいるという噂もあるし、安福拳が 家業の万国料理を法的して入れ上げているという風文も伝わっている。教祖アニラ大婦人と言い,い、館長は三十ぐらいの弁絶爽やかな人物だというから、みんなそれぞれ思い当たるところがある。アニラ教のことについて大牧先生に問い合わせてくるものもある始末で、何か宣伝の材料に使われているという話であるから、 檻を見ててて偵察に出かけてみたたいいと考えていたのであるしかし大巻先生のところへ問い合わせてくる者の,の多くがアニラ教について悪い噂を持ってくることが少ない先生が医者のせいがあるかもしれぬが申し合わせたように治病能力が特に絶大だということを言ってくるそれが先生の気がかりの第一であった 大先生は開業医という商売柄医者の流行の真因は何かということについては密かに痛感することがあったのである。無論、医学上の手腕にもよるが諸生上の手腕がまた大切で特に治療を促進するものは何よりも医者に備わる暗示力ではないかということを密かに考えていたのである。 アニラ大夫人なる女性には、生まれつき備わる白痴的な気高さがあった。今にして考えると、性欲を絶するような悲壮なところがあったな。俺は今頃気がついたが、日野艦長が一目でそれを見抜いたとすると、これもあっぱれな人物だ。あのへんてこな気品で、自分でこしらえた勝手な信号を使いまくって、悩める者に回答を与えると。 なるほど、相当な治病能力があるかもしれん何しろ人間どもをバカと決めてかかっている御人にはとても人間どもはかなわない大婦人の威力なるものを一つ見学してみたいものだ大巻博士は腹の底ではひそかにこういう恐れを抱いていたさて温泉駅へ下車すると意外にも 駅にはアニラ卿の発表を着た人々が客引きのようなことをやっているその総大将らしい気品のある人物を見るとなんと安福軒である総称全たる風鎖が一段と落ち着きを増し底光を放つように見受けられたほどである大牧先生は安福軒の背中をたたいたおおこれは珍しい。 今お月ですか。ちょっと川野君に対面に来たのだが君はアニラ教の客引きの大将かい今日は教会に行事があっておいおい信者が集まってくるんですよ何も僕が信者の世話を焼かなくてもいいのですから川野先生のお宅でしたら僕も一緒に参りましょう肩を並べて歩き出すと。 意外にも安福圏はガラリと人柄が変わってまったく嫌になりますよ昔の二号を神様とあがめまつって話しかけることも許されないんですからな嫌ならよすがよかろうそれじゃあ一文にもなりませんよこうして食いついていれば幹部ですからかなりのビーリがあるでしょ万国料理の方だって教会へ出す弁当の方がいい商売になるんですから我慢第一ですよ ちょっとこのところ、教会の方へ足を向けて寝られませんよ。それじゃあ結構じゃないか。まあ、一応は結構ですな。しかし、日野君は恐るべき詳細の持ち主ですよ。あの気違い女がですな。彼の意のままに動くんですね。しかもです。神様として動くんですな。折あらはこの秘伝を得得したいと思っていますが、これはあなた、 天才でなくちゃできませんや。君だって彼女を意のままに動かして陰梅をやらせてたじゃないか。あれはボンプボンプのやり口ですよ。彼は彼女に神様をやらせることができるんです。その神様を動かして難病を治すこともできます。まったくですよ。簡単に治っちまうのが相当数いるんですな。川野先生もそれで一頃ですよ。 河野のの病気を治したのかいいえあの先生の長女の寝性弁を直しましてそれから次女の転換を直しましてそれからこっち先生自身もアニラ大夫人を自薬に用いているようですよまったく人間はバカぞろいですよあなたが面倒がらずに彼女を精神病院へぶち込んどいてくれればバカの数がいくらか減ってるはずなんですがね 安福んはいまいましげにつぶやいた昔は悪事を働きながらもケツをまくった風情があって信から落ち着き払った様子であったが神様のお供に雨気味をやつして悪事と縁が切れたせいかむしろイライラと落ち着きがないしてみると神様にはよほどの威力があるもののように考えられた 手のひらの放射熱。君が安福県のインバイ宿へ泊まったのが、アニラ教発祥の縁起だそうじゃないか。昭和宗教史に特筆すべき一大上司だね。と、河野水太郎は嫌なことを言って、大巻先生を冷やかした。そこで大巻先生はいささか気を悪くして、 君は教祖を信心してるのかいそれとも軽蔑してるのかい無論信心してるのさ。あの婦人には確かに妙な霊力があるし、それに館長が若年に似ず商売熱心なんだね。教祖が直々患者を診察するのは一度だけで、あとは館長その他が大診するらしいが、僕の娘の場合で言うと、治るまで 艦長が毎日欠かさず水掘り取りに来てくれたぜ。冬のさなかに裸でバケツの水を何杯も何杯も浴びるのさ。そんなことを安福剣にはできやしないよ。こいつ、怠け者で、女に引梅させてケチな稼ぎをやらせることしか能がないから、女に逃げられて肝心な大儲けを不意にするのさ。 近頃毎日めそめそ泣き言ばかり並べてやがる何言ってますか水彫りまで取って悪せく稼ぐことはないですよ教祖艦長その他に奮闘努力してもらってちょっと手を合わせて拝むだけで然かるべきあぶく銭にありつくことができる商売は悪くないですよ君も教祖を自虐に用いているそうだが 大巻先生がこう川野に聞くと川野はもっともらしくうなずいて頭痛肩残り二日酔いなぞによく聞くよ教祖の指圧がよく聞くのだが出張してもらうわけにいかないから弟子に来てもんでもらうがあんまり比べると確かによい小豆を袋に詰めたものでゴシゴシやったり一時に三人がかりでもんでみたり 頭や背中をゴムの棒で叩いたりいろいろと工夫しているこれは弟子のやり方だね教祖はそんなことはしない手のひらの霊力の放射で治す手をじっとかざすとそこが焼けるように熱くなるねその手が背中に吸いついて離れないこともある手が離れた時にはすーっと軽くなるんだよ いや本当です。僕はアニラ教の宣伝などする必要はないから、自分の経験を言ってるだけだ。確かに聞きますよ。君もなんならやってもらいたまえ。安福剣がそばでにやりと笑い。熱くなるってどんな風に火の近くへ寄ったぐらいじっと熱くなるよ。十人のうち三人ぐらいそんなことを言うのが現れますよ。 光が何本もスーッと差し込んだのが分かったという人も、十人に一人は現れますね。光がスーッと差し込む感じの方はどうですか君は信者のふりをしてお金を儲けて、そして自分だけ利口者のつもりでいるらしいが、本当に信心して、いくらかでも実行を得ている方がもっと利口だということが分からないらしいな。あなたは実行を得てますか あんまの代わりに用いて実行を得てるよ。言い訳いだね。あんまの代わりというのが耳みちーですよ。あんまの代わりぐらいだったら、他に実行を得る方法は少なくないでしょ宗教の実行はもっと全的なものでなくちゃ嘘ですな。ねえ、大巻先生。そうでしょ川野先生はどこかで嘘をついてますよ。あなたは多分。 全然信んしていないいなだと思いますよただ霊言があるように信じたがっているだけですよ安福賢は自信に満ちたふてぶてしい目で遠慮なく川野を見つめた大牧先生は自分が初めて彼女の旅館へ案内された時に安福賢が終始このような自信に満ちた目をしていたのを思い出していた いわばこのの目目がアニラ教発祥の目だ。なぜだかそんなふうに考えられるのであったしかし安福賢はその自信に満ちたふてぶてしい目で相手を遠慮なく見つめながら「あなたは信心がないのだただ霊言あらたかのように信じたがっているだけだ」と教団を裏切る方言を吐いているのだ 安剣とは妙なやつだなと大牧先生は考えたひょっとすると小説家の川野よりももっと鋭くもっと冷酷に現実をそして自分を見つめているのではあるまいか人間はせいぜい小説家程度にしか現実を見ていないところが安福剣はもっと掘り下げて現実を見ているのかもしれない 自分の二号にイ媒させていたような冷酷さでその冷酷さは人間というものを物的に見たり扱うことに慣れている大牧先生には馴染めないことでもなかった嫌なやつではあるがこの冷酷さを憎み切ることもできない大牧先生はこう結論したそして ともかくアニラ教を見学したいという欲望がはっきりと高まったのである僕を教祖と艦長に合わせてくれないかねと彼は安福券に頼んだよろしいですとも先方は大喜びですよ教団のパンフレットにはまず大巻先生が教祖の申請を認めたということをちゃんと書いてるんですからね歓迎しますぜ 河野先生もいかがですかこの機会にもう一度彼女の手から放射される熱を実験してごらんなさい。しかし今日は行事のある日だろ教祖と館長は1時間足らず顔を見せればあとは用がないのです。忙しいのは他の幹部と信者だけでこういう日の方がかえって誰にも邪魔されずにゆっくり教祖や館長と会見することができるんですよ。 安復県は宿屋の客引きのように自信満々と説明したそこで川野水太郎も同行することになったのである神様の実力昔猿富豪の別荘だった大邸宅がアニラ教の本部になっていた母屋の方では 階下も2階も信者でごった返していたが、裏の離れは特別の幹部以外は立ち入ることができず、真昼というのに不気味なほどひっそりしていたこの入り口まで来ると、もう安福圏すらも立ち入ることができない他の幹部が代わって2人を中へ導いてくれるじゃあ、お帰りに待ってますぜ。 そうつぶやくと暗福剣はあとはそしらぬ顔にわかに生真面目に合唱名目奥なる教祖に礼拝をささげて引き返したまず書院で艦長に会う竜としたギャバ人の洋服の面影どこへやら頭を青々とくりくり坊主に丸め略式の方へのような特別なものを着ている むしろこの方がどれぐらい呉服屋の手台らしいかわからないほどだ。手台らしからぬのは多分高価なものに相違ない香水の匂いが彼の身に立ち込めていることであった。随分い,いい匂いですね。何の匂いですかと河野が不思議そうに尋ねると艦長は意図気楽にニコニコと答えた。 フランスのちょっとした香水ですこの前先生がいらした時まだこれつけてませんでしたかしら前に僕が来た時は酔ってたしもう半年以上になりますねこの本部へ移ってからは来たことがありませんよ日野くんは青々と光り輝く頭を二人に突き出して見せてとにかく僕も館長でしょ教祖と違って 僕には身に備わる霊の力もないものですから、外形などで苦労するんです。この頭なぞも、毎日バリカンを当てて、老け一つないようにゴシゴシこすって、ぬか袋でやるんです。おからを用いたこともありますし、信者が届けてくれたので、うぐいすの糞を用いたこともありますが、主としてぬか袋ですよ。キュッキュこすった後、 牛乳で頭を浸しまして耳の穴などもよく洗いますそれで自然にツヤが出るんですね油を塗って光らせてるんだろうとおっしゃる方がありましたがそういうことはいたしませんうーんよく勤めているさすがだと川野が簡単の声を漏らしたそれが嬉しかったのか日野くんはポッと耳まであからんで お目にかかるたび励ましていただきましておかげさまで二つかものも近頃では人様にいくらかでも好ましい目で見ていただくことができるようになりました日野君はもともと女債のない人物だったが大牧先生の患者の頃はこんなに諸女のような初々しさはなかったのである生神様はこうなるものかと大牧先生は 童貞のダライ・ラマを思い浮かべたりしたほどだったちょっと地さ算的でもあった大巻先生はあまり雰囲気を楽しむことに興味がないから担当直入あなたも偉い館長さんになって凡んの近づきがたい存在になってしまったが実はね僕もかねて現代医学というものに飽き足りない気持ちがあって 宗教の暗示力霊力というようなものに心を惹かれているんです川野先生のお話を伺うに先生は教祖の手のひらの放熱を受けると体操をスッとして軽くなるとおっしゃるまた教祖はいろいろ持病の実績があるようですね僕は別に持病というものがないので実験台にならんかもしれんが川野先生のおっしゃる 手のひらの放熱というのを僕にも一つ試していただけまいか宗教の力を疑うようで心苦しいが自分も医者の立場としていっぺん経験してみたいのです承知しましたそれでは早速教祖に伺ってまいりますから日野君はいとも気軽に引き受けて宗教的な重々しいそぶりなどはみじんも見せずに 奥の部屋へ立った長い時間は待たせなかった日野君は戻ってきてどうぞこちらへ教祖の客間らしいところへ通された当たり前の座敷である教祖は二人を迎えて一礼特に大巻先生には いつぞやは大層失礼いたしました三つ指ついて軽く頭を下げる例のごとき無表情口を聞いているだけむしろ今までになく尋常な様子にさえ見えるのであるはてな分裂病は治ったのかなと大巻先生は考えたほどだ目つきにも特に強敵な険しさは見られなかった 上着をお脱ぎになった方がと日野君はあん馬の受付のように軽く進めるではと大巻先生が上着を脱ぐのを待ってどうぞこちらへ教祖が腕を取って部屋の上手へ連れて行って座らせたこの辺が悪いのですね教祖は彼の正面に座り 彼の胃のあたりに軽く手を当てて、じっと顔を覗き込む。すでに教祖の表情は変わっていた。武芸者のような無表情。あるいは狐のお面をかぶったようだ。大牧先生は、キヌギヌの彼女の泣き濡れた顔を思い出した。これと同じような突き詰めた顔をして、やがてよよと泣き伏したのである。 性欲を絶した可憐な気品がこもっていた胃に当てた彼女の手が重い石のようにまっすぐ力強く食い込んでくる少しも震えていないそして大巻博士が何よりも意外だったことは彼女の密接した体から彼女の呼吸も脈拍も女の体臭すらも感じられなかったことである 彼女が手を離す。すべてがにわかに軽く、明るくなった。そして大牧先生はふと気がついた。そうだ、俺は熱のことを忘れていたぞ。いや、すべてのことを忘れていたような気がするな。しかし、なんて軽くなったんだろう。にわかに現実へ連れ戻されたような気がしたのである。 彼は思わず簡単の叫び声を上げた「いやなんて素晴らしいんだろう」「まるでにわかに体が半分の余りも軽くなったような気がするぞ」「そうだろ君のその顔を見ればわかるよ」と川野がうれしそうにました教祖は武芸者が試合を終えた後のように縦膝をして。 畳に片手をついて身を支え目を軽く閉じてまるで失神しているような様子であった前例を挙げた後とという感じであったそこにも性欲を絶したものを大巻博士は見たのであるこれが宗教だろうかこれが宗教の魅力だろうか彼はそう考えて 突き当たたっってしまったのである。イエスともノーとも答えられない神様も勝てない男二人が本部の表玄関の前まで来ると安福犬が待ち構えていた彼はにやりにやり笑っているだけだ 守備はお聞きしなくともわかっていますという様子だ。えいやえいやえいやという剣術の稽古のような激しい気合が道場の中から起こっている。ちょっと来てごらんなさい。安福剣は二人を道場の入り口まで導いた。中には男女がぎっしり座っている。 何か唱えているかと思うと、突如として、片手をアッパーカットのように鋭く、一月、二月、三月して、えいやえいやえいやと絶叫するのである。これは何の行事ですね。何でもいいですよ、こんなことは。逆立ちでも何でもするがいいさ。そんなことよりも、ほら、すぐそこに知った顔が見えませんか こう言われて二人がその場所を見ると、そこに座って、無念無想のごとくに呪文を唱え、腕を振り回しているのは、川野水太郎の奥さんだ。それを見ると、川野はちょっと暗い顔をしたが、大急ぎで笑い顔に切り替えて。変なことが流行るよ。え、おい、君。大 慌てたように安福犬の袖を引いたそこにいるばあさんは例の旅館にいたばあさんじゃないかそうですよあのやり手ばばあのようなやつですよそしてその隣にいるのが僕の本当の女房ですよ安福犬は落ち着き払ってそう答えたおとなしそうな年間が7つぐらいの子供を連れて座ってる 子供にも合唱させ、えいや、えいや、をやらせているのである。あの小物きが君の奥さんかいそうですよ。何しろ我が家はこの宗教で暮らしを立てていますから。女は正直なもんですよ。バカなんですな。暇がありすぎるんですよ。僕を信仰してさえりゃ間に合うのにね。 帰ろう,帰ろう川野が2人を促した大巻博士は川野と安福拳の不思議な対象をはっきり認めないわけにいかなかった川野は落ち着きがないのに安福拳はクソ落ち着きに落ち着き払っている安福拳が2人に話しかけないのは宗教について断ずることに興味を持たないせいだということが はっきり読み取れるようであった二人の俗物どもがまだ宗教の雰囲気から抜けきれずにそしてまだ他のことが落ち着いて考えられないような状態の中にいるその最中は二人に話しかけても無駄だと断定しきっている落ち着きであるなんてふてぶてしい宗教への不信だろうかこの男は 全然宗教に心を動かされたことがない人間だ。大巻博士は、こうしみじみと痛感した。そして彼の自信満々たるふてぶてしい目は、宗教を信じたことのない人間の目ではないかと考えた。俺にもその目が懐かしくないことはない。しかし、そこまではついていく気がしないな。 要するに2号にインバイをやらせるやつの目なんだろうそして彼は安福犬と一緒にいるのがいまいましくてたまらなくなったそこで曲がり角へ来たのを幸い僕は川野君とどこかで一杯飲むからここで君と別れましょうしかし安福犬は極めて雷楽にそれに応えた いえ、僕も暇ですから、一緒にお供い,いたしましょう。お二方をご案内した角によって、僕の本日の用は済んだんですよ。さて、どこへご案内しましょうか。あまり来楽な返答だから、大巻博士はおかげで恥をかかずに済んだような、恩を着せられたような感じであった。安福剣は、例の目で、 二人を遠慮なく見つめながら僕は生活のためですからあの宗教と離れるわけにいきませんがあなた方が何もあんなものに関心を持つことはありませんよあんなもののどこが面白いんですかそういう彼も人に嫌われながらどこが面白くて二人についてくるのかわけがわからないしかし大牧先生は 何かの弾みがありさえすれば、今夜のうちにも、アニラ教の信者になりかねない自分の頼りなさに気がついた。そしてそれに比べれば、面白くもないことを承知の上で、こうしてのこのこついてくる安福剣が、ひどくたくましいような気がした。人生を面白がろうとしないのだ。面白くないことを百も承知で、 平気で生きているやつの自信に圧倒されたのである。